2020年2月1日土曜日、新宿ヘッドパワーにて開催されました SGR ボリューム61のタイムテーブルになります。第1部ミルキーラビッツさんは10時45分頃からの出演予定とされていらっしゃいました。セットリストになります。出演されました3人になります。君のこと好きになってから自分じゃないみたい。うまく言えなくてごめんね。今何をしているの？メールは返さないよ。返事よりも会えない日を数えてほしい。昨日書いてみた絵が、昨日食べたものとか好きな音楽全部教えてはあげない。なくなっちゃって急遽5曲でやらせてもらいます。すいません、ちょっと戸惑ってます。と自己紹介します。エイリンです。エイリン、エイリン。はい、アカネンです。お願いします。アカネン。アヤシチです。お願いします。アヤシチ。今日は本当は6曲選んだんですけど、ちょっと1曲目のユニットファンタジーを私が焼くの忘れちゃったみたいで5曲でやります。ごめんなさい。エイリン、そうね、エイリンが2曲選んで、私も2曲選んで、アヤシチも2曲選んだんですけど、最初エイリンの曲だったんだけど忘れちゃったんで、またいつか披露させてもらえたらなって思います。練習したしね。アヤシチが選んだのはですね、私が選んだのはカントリーガールズの2曲なので、1曲目の今の、誰ですか最高って言ってた人。ありがとうございます。もう本当にカントリーガールズ大好きで、まゆちゃんが好きです。私はあのふなちゃんが好きです。まだ生きてる。まだ生きてます。まだ生きてる。私はもう死んだ。もうそう、解散しちゃったんですよ。なんか今日はもうそれをなんかお見送りということです。もう一曲もね、そうだから私のお見送りにお付き合いください。お願いします。
じゃ次もそのカントリーガールズの曲をやりたいと思います、はい、1曲やってからまた MC 挟みたいです。すいません、お願いしますお願いします。踊りましょう、天を上げて Let's go go、 天狗を連れ買いましょうか、 Wow、 陽気に進化そうな水が呼んでると、真面目すぎる君、自家中毒君、たまには外に出かけるのもあり、やっと聞かせの時落ち込んじゃしょうかな、どうですかカントリーガールズ。可愛いです、曲がよかった、できて皆さんお付き合いいただきありがとうございました。次は私が選んだ2曲になるんですけど、私はずっとエビチューが好きでエビチューを 2曲選ばせていただきました。ちょっとコールとかもあるところが多いのでコールしていただけたらありがたいです。お願いします。はい、で2曲やった後に1回 MC お願いします。すいません。